西口改札口北坂戸駅は埼玉県坂戸市末広町にある東武鉄道東場本線の駅である1973年8月21日に開業した駅番号は TJ27 島式ホーム1面2線を持つ地上駅で橋上駅舎を有している改札街とホーム間及び改札街と東口地上部を連絡する エレベーターエスカレーター、西口ペデストリアンデッキと地上部を連絡するエレベーターが設置されている。2017年度の東武鉄道の設備投資計画では、当駅駅舎のリニューアルが予定されている。2020年度の1日平均乗降人員は14,988人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下記の通り。 当駅は都市再生機構が開発した武蔵緑園都市北坂戸地区の町開きに伴って開業した駅であることから駅前には都市機構の高層集合住宅が建ち西側には集合住宅が立ち並んでいる西口の方が東口より乗降客が多くペデストリアンデッキや地下駐輪場も設けられているまた 武蔵緑園都市坂戸西部地区へのバスも西口から発着する。ありがとうございます。